酒の極意は一期一会、しかるべき場所でしかるべき酒を飲む。私が極上の一個を求めて気になっている酒場を訪問するこの番組、皆さんのおかげで DVD2 巻が出せることになりました。ありがとうございます。これもひとえに皆さんがですね、番組を楽しんでいただいているおかげかなと思います。ありがとうございます。ということでですね、そんなお酒大好きの私がやってきたのは、ですね、日本が世界に誇る観光都市京都、京都です。こんにちは。もうね、すごくですね、素敵な建物で、なんと築80年以上。日本酒に合う京都らしいおつまみを中心とした小道っていうコースをご用意させていただきました。米の国日本なんで、はい、お米の香りとしっかりとした甘みを感じていただけるようなお酒になります。蔵に舞うで祝い蔵部なんですね。では今夜の一献、祝い蔵部をいただきたいと思います。わー、せーの、乾杯。わー、こぼれちゃう、こぼれちゃう。美味しい。美味しい。こんな感じ、ぐいぐいいけちゃう。あー、爽やか。丹波の、黒豆、見て、綺麗ですよ。金、うん、美味しい。美味しい。美味しいな。いろんな味が楽しめますね。わー、京都らしいこのお抹茶がかかっている。これ私の出身地の群馬だと多分ね、甘いお味噌とかになるんですけど、合うのかな？抹茶だよ。修学旅行が京都来たんですけど、あんまり覚えてない。京都はラーメンも美味しいっていうのを大人になってから知って、そんなこともないんですけど、最近ですよ、本当にラーメン食べるようになったの。限定品って書いた。もう京都の料理はもう見た目からしてもう満足度がすごいですね。綺麗、美味しい。って感じだったの。難しいなよ。こういうお料理は本当にないよ、群馬には。エキストラみたいな感じでいるってことですか？冷やかしに覗きに行きたい気もしちゃいますね。あ、美味しい。なんかこう日本酒の甘い感じ、ここで茶事体験をさせていただこうと思います。ベニモコンを潰して、まつって、あ、なんかちょっとここ、そのあたりをなっていただいて、あ、取れた。それでは、いきます。おー、全然立ちません。もう少しです。すごい、綺麗。今夜一献傾けて。はい、ということで、せっかく京都に来たので、はい、お着物を着てみました。どうですか？あ、なんか京都に来たなっていう感じがしますね。わー、美味しい。では今夜の一献、玉の光いただきます。乾杯。はー、美味しい。飲みやすくてどんどん飲んでしまいますね。あー、もうダメですね、これはね。
あー、甘さのスピード感がある感じ。すごい、カリフがめっちゃいい香り。はぁ、しゃぶりたくない。もうクラクラしますね。トリュフの次は松茸。うん、ちょっと白むく姿も憧れるんですけど、あとは例えば旦那さんになる方の本当だ。こちらタイクラご飯になります。うわー、今初めの方で。うわー、なんて贅沢なんでしょう。上品だけど、あって食べたくなっちゃう。内田彩の今夜一献傾けて。